はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業家加藤でございます。血は力なり。はい、今日もこれをやっていきましょう。では参ります。撮影日9月8日の金曜日、合格ストラテジー期指定校推薦に落ちたというネット上の噂というのについて今日は動画撮っておきたいと思います。うちの塾でも2年前から指定校推薦落ちたというような釣り動画って撮ってるんですよね。まだそれ見たことないよっていう方はぜひ、動画の概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひそこから飛んでいってもらい、2年前の動画見ていただければありがたく思うんです。で、今日どうしてこんな、動画撮ってるのかっていうと、そろそろね、私のね、解説している質問箱の中に特定の大学名を挙げて、指定校推薦落ちたって聞いたことありますかとか、落ちるんですかっていうことを投げてくれる子いるんですが、それって一番言われていたのが2020年から2021年に変わった時の指定校推薦がっていうお話だったんですよ。具体的に言えば共通テストの1年目、コロナがやってきて1年目っていう時で、入試の制度を大きく変えすぎて、かつコロナ禍で人の流れっていうのが世の中で全然変わってしまったよっていう年に、やたらとどうやら指定校推薦で手近な私立大学へエントリーをするっていう子がかなり多く出てしまったらしく、その中で不合格事例っていうのをいくつも聞いたなっていうことはありました。で、具体的には私ネット上の噂ではなく、うちの塾生および私の知り合いの高校の先生から、愛知県内の某理系の工学部の大学さんで指定校推薦の不合格者うちに出たっていうことは2例聞いてます。で、それに準ずるようなお話っていうのも岐阜県内の私立大学で一つ聞いてはいるんですよね。それが2021年の話で、去年の2022年の時っていうのは、うちの塾生、それから私の YouTube のチャンネル登録者だったりコメントを残していただける方で、それから、昔の Twitter ですね、 Twitter のフォロワーさんとか質問箱の中に、指定校推薦をしました、どうしたらいいでしょうとかいうような話って全く聞かない、全くっていう風になってたんですよね。じゃあ今年はどうなのっていうことを皆さんと一緒に考察していきたいと思います。じゃあ右側です。加藤の結論今日先に言っときますけど、指定校推薦でまず絶対受かりますからの絶対っていうのはなくなってるよっていうことは共有しておきましょう。だから油断すると本気で危ないっていうことはあります。ですが、その危ないっていうのを具体的にもっと細かい解像度で紹介するとこうなってるよということは、この中身さえ知っててくれれば、漠然と私って本当に受かるの、やばいって言われてるけど本当に大丈夫かなとかいう意味のわからない不安っていうのからは解消されると思います。だから3つ続けて一緒に知識の共有していきましょうね。1つ目、まず指定校推薦で基本的に今時は公募推薦のこと同じ、ペーパーテストですね、試験を受けさせられます。このペーパーテストってとりあえず指定校推薦の子は何点でもいいから受けときゃいいんでしょうっていう風に言う人いますが、それはノーです。ペーパーテストが本気で悪ければ不合格は出ます。で、したがって試験は出来レースじゃないよっていうことは皆さん覚えておいてください。合格基準っていうのはちゃんとあります。ですが、公募推薦の子がここの基準で合格だよっていうのに比べて、指定校推薦の子は合格ラインがかなり下に引き下げられて設定をされていて、これさえクリアできればいいっていう風に、到達点が異なってていいんですよね。はい。で、ここから言う話ってオープンになって出てきませんが、基本的には大学の入試課さんとかそういうところから、各高校の進路の先生には、アンオフィシャルな情報っていう形で降りてきている場合がいくつもあります。高校の先生方の中には、この話は知ってるっていう風におっしゃる方はいると思います。具体的に言うと、公募推薦を受験に来て合格不合格出てるも全部ひっくるめてのこの平均点の半分でいいっていう合格の出し方で、それから公募推薦の合格点が、例えば60点だよっていう風にするんだったら、それの半分30でいいよっていう風に合否ラインを設定する。この合格ライン設定すると、私の肌感覚で言うと、おおむねやっぱり 99% の子は指定校で合格が出るっていう風に言うんですよ。 1% ぐらい漏れる可能性っていうのは否定はできんなという風に思うんです。で、去年は不合格事例聞かなかったんですけど、一昨年の合格事例ってどうも多分これが疑わしいなっていう部分があるんですよね。全く数学と物理ができずに、ちょっとうちの大学来てもらうにはこれは困りますよっていうレベルの子だったというふうに、疑わしい案件というのがあったなというふうによく思い返せば私は気づくんですよね。で、この件に関しておそらくこの2021年の不合格事例が出てるっていう高校さんだったりすると、その高校が
適切に指導をして、このレベルまでは勉強しないとやばいから、指定校推薦うちの高校からあなた出してあげるけど、試験日まで絶対に今から数学と物理だけゴリゴリに勉強しろとか、そういう対策って取らせているんだろうと思うんですよね。去年はそれができた。で、去年それで合格出ないよってことできれば、今年もおそらく高校さんが適切な指導をしてくるっていうことは私考えていいと思います。ですから指定校推薦に落ちたという事例がなくなったっていうのは、受験生と高校から適切な努力と指導が入ってるっていうふうに私は考えていいと思うんです。はい、2つ目、面接っていうふうに言われるものなめてかかっちゃいけません。特にですけど、今面接って言わないんですよ。口頭諮問っていうふうに、入試要項とか見ても書いてあると思うんですよ。で、何が違うんですかっていうふうに言われれば、面接っていうのはおしゃべりする程度だと思ってください。口頭諮問っていうと、ね、口述で問題出すんですよ。で、それをちょっとこの答えってどういうことなのか喋って説明してくださいっていうふうに言われるんですよね。具体的に言えば、特に理系、まあ文系でもあるんですけど、口述試験または口頭諮問っていうふうに書いてある試験が15分ないし30分で設定されているところは、何か一つ結構教科書に載っているごく基礎的な内容を喋って説明するっていう能力持ってるかどうか確かめられたり、場合によるとね、こうやってホワイトボードがあるんで、はい、ちょっと君ホワイトボードのとこ行っていいんで、はい、ペン貸してあげます、このことを説明してどうぞとかいうふうに言われるのは全然あると思うんですよ。で、そういう試験をやるよっていうことは、おそらくですけど高校さん側なら大学から情報って来てると思うんで、そのような応答ができるようにしておいた上で、うちの大学って受験に来てくださいねっていうふうに大学さんと高校の間では情報共有してると思うんですよね。だから何なのかっていうと、はい、だからそれって学校でちゃんと訓練してる子って合格は出ると思うんですよ。多少で拙くても、まあいいわ指定校だから入れてあげるよっていうふうに大学さんも多めに見てくれるんですけど、黙ったら負けっていう、こんだけ覚えておいてくれればいいです。うちで聞いたことがある愛知県内の私立の大学の法学部で不合格が出たっていうこの年の事例は、これがズバリ当てはまってました。はい、なんだってっていうふうに言うと、口頭諮問でずっと黙秘してたっていうね、もう黙秘ですよ、黙秘、うん、だからもう、あ、この子もう0点だわっていう風に見なされて合格が出ないっていう風に切られちゃったっていう話は聞いてます。そのレベルの子をもうね、さすがにね、この2023年の今年学校から大学へ推薦状って出さないと思うんで、まあなくなるよねっていう風に浄化作用が働いてるという風に考えてもらうといいんじゃないでしょうかね。はい、で3つ目は大学側の事情です。2021年のコロナがやってきて1年目、大学入学共通テストやって1年目っていう時って、受験生みんなが不安で地元の私立の大学に早くから合格が欲しいなって考えちゃうといっぱい出てきて、高校に配りまくってた指定校推薦枠って食いつぶして想定を超える指定校推薦でのエントリーっていうのを受け付けちゃった大学さんっていうのはいくつかあるんですよね。あまり具体的な名前とか言うといけないんですけど、これは東京の方の某私立の工学部系の大学で、想定以上の指定校推薦のエントリーを受けてしまったので、もうズバズバ切ったっていう事例は起こってます。もうこれネット調べてみてください、どこの大学かっていうのは具体に分かっちゃいます。それでちょっとね、大きな問題というか、まあ話題になったんですよね。やべ、あそこの大学って指定校受かんないらしいよっていうような噂って去年出てました。で、去年蓋開けてみると、どうもね、その話全部立ち消えになってると。すなわち2年過ぎて、こっから私ね、あまり根拠はないんですけど、私の予想でこう書いておきましょう。そういう風に大きな世の中の転換点というのが起きてから2年経ってます。今年はもうね、多分大学側の都合で指定校推薦枠を高校に配りすぎて、生徒がそのせいで集まりすぎちゃった、どうしようって話はないだろうというふうに思うんですよ。仮にそれが起こっていたとしても、過去2年の傾向で分かっていることは、指定校の方は入れてあげる。どこで調整するのっていうと、公募推薦併願 OK の方をものすごい合格の枠占めるってことをやるんですよね。で、それに関してはどこのデータ見てもらうと分かるかっていうと、各大学の入試データの中で、公募推薦の併願 OK になっている形式の、合格者が非常に少ないところって、ちょっと着目してください。愛知県内の私立大学見てみてもいくつもあります。その学部学科だけ非常に合格者が少ないっていう公募推薦併願 OK のところって、おそらくこういう事例が裏で起きてたのを調整されてるんじゃないかなってことは、私読むところがあるんですよね。はい、では今日のまとめです。今時期から指定校推薦こうやってもらえるよってお話パラパラと出てくると思うんですよ。もらったらもらったで、実際に公募推薦のこと同じ試験を受けに行く場合がほとんどだと思いますから、しっかりと勉強してしっかりと対策決めてください。遊んでる場合じゃないですよっていうことだけ意識して、コツコツ学習っていうのを続ける習慣を失わなければ何も心配ないけどなっていうふうにお返しをしておこうと思います。
はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が、ね、役に立ったよと思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみになさってください。